皆さんこんにちは、マカランです。この度 YouTube を開設することになりました。私のちょっとした自己紹介なんですけど、私は小学校から地域のマラソン大会に出場しましてまして、中学校から陸上部に入って本格的に陸上を始めました。中学高校時代は全国大会に出場したり、全国大会で入賞するなど成績を収めることができました。ありがとうございます。高校卒業後は実業団に進み、キャノンアスリートクラブ九州に2年間で、その後移籍をしまして資生堂ランニングクラブに4年間在籍、合計実業団選手としては6年間走っておりました。資生堂に在籍していた時に後輩にメイクをしてあげたところ、すっごく喜んでくれて、私の中では本当に嬉しくて、ずっと心の中に残っていて、競技引退後は美容の道に進みたいなっていうふうに思っておりました。そして2020年の12月に実業団選手としては引退をして、一度競技に区切りをつけました。でその後美容の専門学校に通い、現在はジェシーウールというチームに所属しながらヘアメイクとして活動をしております。そして、まあ、走ることは今もすっごい大好きなので、楽しく走りながらかつ実業団の自分を超えれたらいいなっていうふうに思いながら、自分への挑戦もしております。そしてこの YouTube チャンネルではランニングと美容の情報を発信していきたいなっていうふうに思っております。構成としては毎週月曜日に Vlog 形式のものを1本、不定期に美容の情報を発信していきたいと思います。例えば走っても落ちないメイクアイテムや、私が気になる化粧品のレビューなどを上げていきたいと思っております。他には男性向けの美容情報なども発信していきますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。そしてこのチャンネルが面白いな、見てみたいなって思ったら、ぜひチャンネル登録を、そして良かったなと思ったら高評価の方よろしくお願いします。それではまた次お会いしましょう。バイバーイ。